なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんね。翼？そういえば今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。うん、すごい。だよね、だよね。キリアって今や日本の女性トップアーティストだもん。翼は本当にキリアのこと好きだね。大ファンですから。いつき君も聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。はあ、樹くんは幼なじみなんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私いつきくんとキリアの話したいもん。まあキリアの話。
新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？助けに行かない。今の声は？私が鮮烈に鮮烈を重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題。順調だな。
スマザー、よこせ。うわっ、俺は何？いえ、どうすれば。信じられん。うわっ、うわっ、来るな。前を見ろ。戦い方は俺が教える。難しいかも。一か八難しいかも。怖い。落ち着いて、私がついてるわ。失敗しないと。ぜい、これ苦手なんだよね。わ、逃がしてはくれないよな。くれ。ヤリさん、痛くない。失敗して、逃がしてはくれないよな。一か八かで三日月よ。ヤリさん、痛くないですか。決めてみせ。やったね。この調子で頑張ろなんとか倒せたようだな。いつき、俺を構えろ、いつき。や、今は生き残ることだけを。落ちろ。これだな。
出会った。シーダがいてくれるから。やっ、やった倒せた。クロムの言う通りにすれば。仕入れろ。この日を逃すな。うわ、うん、やっぱりか。やった倒せた。みんなありがとう。クロムを通してこれが。この力、受け取って、翼。いいかしら。気をつけろ。俺が力になる。行くぞ。せい。せい。は。先制取った。自信はないけど。難しいかも。難しいかも。その、それよ。準備 OK だよ。難しいか、難しい。イカズチよ。こんな時は失敗しないといいな。ぜい。自信を持て。お前なら勝てる。ああ。その技でいきます。その技でいきましょう。一か八かで。クローム直伝決まった。怖くない、怖くない。はぁ、やった倒せた。クロムの言う通りにすれば。この日を逃すな。この力、受け取って、翼。